皆さんこんにちは、くだです。今回はぼっちで不二家のケーキバイキング攻めた話ということで、早速いただいていきましょう。アイスティーで KP、 ドリンクバーがね、何気についてるのがありがたいですよね。はい、ということで一つ目にいただくのがガーナ産カカオとキャラメルナッツのミルクレープということで、ミルクレープ系はねめっちゃ好きなんですけど、初めて見てこちらのミルクレープはもうね思わず取っちゃいましたね。まあね、ラス1だったんでよほど人気の商品だったんでしょう。なんてったってこのねクレープ生地はねチョコレート生地になっていて、4種類のナッツ、そしてクレープ生地の間にはキャラメルソースまで入っています。下の方にはねチョコスポンジやカカオカスタードクリームといろんなものがね凝縮されて入っているミルクレープ、美味しくないわけがないということで、ここで味変はまだしないということで、続いていただくのが国産いちごの贅沢ミルフィーユということで、ちょっとねさっきからということでが多すぎるんですけど、不二家のねミルフィーユってね本当に美味しくてね、毎回毎回食べてるんですけど、そのねミルフィーユがねパワーアップして新作登場ということで、これはね食べとかないといけないということで、中にねラズベリージャムが入ってるんですよ。普通のねミルフィーユには入ってないんですけど、これがねめちゃくちゃ美味しかったです。ということで、またねということでって言ってるんですけど、一度にねケーキは2種類まで取れるんですけど、2個ともねモンブランかぶりしちゃったということで笑ってるんですけど、1つ目はね長野県産シャインマスカットのモンブラン、これもね新商品でね初登場ということで、シャインマスカットの美味しい時期が来たんでしょうね。僕はねブドウはねあんまり好きじゃないんですけど、シャインマスカットに関してはねめちゃめちゃ大好きなんですよ。中にはねシャインマスカットクリームやマスカルポーネクリーム、シャインマスカットのカスタードクリームまで入って、もうねシャインマスカット尽くしのケーキとなっております。4つ目にいただくのは皆さんご存知くだくん一押しのケーキ、ダブルクリームモンブランです。毎回ね僕がしていることがあって、不二家のこのねオープンザドアした時にウィーンって開くでしょ。そしたら目の前にショーケースがあっていろんなケーキが並んでるわけですよ。そしてその中でねダブルクリームモンブラン、このダブルクリームモンブランの生存を確認します。生存を確認してから、すみません1名なんですけどいけますかっていう風にあのねご来店されるんですけど、それぐらいねこのダブルクリームモンブランをね愛してるんですよね。濃厚な2種類のモンブランクリームが絶品です。続きましていただくのがいちごのトゥンカロンタルトです。見た目がねめちゃくちゃ可愛くて映えてますよね。僕はねマカロン単体で食べるのがね少し苦手なんですよね。なんですけどこのねトゥンカロンになった瞬間ね、あのなんかね食べたいなみたいな、まあマカロンとトゥンカロン の違いが全然わかんないんですけど、ストロベリーのガナッシュクリームや軽いタイプのカスタードクリーム、マカロンが上に乗っていてシリアルチョコの粒状のものが入ってます。そしてねこの上のマカロンを割って食べるとこんな感じ。男の子でねマカロン好きっていう人はねあんまり聞かないと思うんですけど、もうね女の子はね百発百中マカロン好きって聞きますからね、これはね一押し商品じゃないでしょうか。2月になってからの新商品なので、気になる方はね早めに注文して食べてみてください。続きましていただくのが国産いちごのプリンショートケーキです。見てもらったらねわかると思うんですけど、がっつり上の部分がねプリンなんですよね。今回ね紹介させてもらっているケーキたちはねいちご系が多いと思うんですけど、ちょうど今ねいちごフェアというものを不二家さんではやっていて、やはりねあのいちご系のケーキがね多めになっています。中にはねスライスされたストロベリーやスポンジ生地、上にはね先ほども言ったんですけどプリンが乗っていて、プレミアムシャンテリークリームっていうのが使われているみたいです。普通のシャンテリークリームと何が違うのかはよくわからないですけど、非常に上品な甘さをしていて美味しかったです。続きまして7個目にいただくのがふんわり雪解けいちごかっこ甘おうということで、上にね可愛らしいペコちゃんが乗ってるんですけど、一口食べるともうそこはね雪の世界。一口ね食べるまではね全然気づかなかったんですけど、チーズケーキみたいな味がするんですよね。でね調べてみると、甘おういちごのレアチーズムースや甘おういちごソース、チーズスフレ生地というのが使われていて、がっつりチーズケーキでしたね。めちゃめちゃ僕好きでしたね。こちらのケーキおすすめです。
途中ねメロンソーダを挟んでいたんですけど、やっぱりね甘いケーキにはねアイスティーの方が合うということで、続いて8個目はいちごです。これ僕のね柿ミスとかじゃなくて、もう本当にいちごっていう名前なんですよね。まあねもう見た目もねテントウムシかいちごかどっちかわかんないんですけど、断面をね見てもらうとわかるんですけど、中はねいちごムースでいっぱいで、さらに中心部分にはフランボワーズのジュレフィアンティーヌというものが入ってます。よくわかりません、でもめちゃめちゃ美味しいです。そして9つ目はチョコ生ケーキです。いつもはねプレミアムチョコケーキを注文するんですけど、ちょっとね売り切れていたので、こちらのねオーソドックスなねチョコ生ケーキ食べていきます。やっぱりね僕はねチョコレートケーキが大好きということで、ショートケーキよりかはチョコ系なんですよね。プレミアムチョコケーキに比べるとこちらの方がね口当たりが軽くて何個でもねいけそうな感じがします。あっという間に完食したので10個目迎え入れましょう。茨城県産紅天使のモンブランということで、上にはね美味しそうなアッポーがね乗ってますね。これほど綺麗なね紅天使色はね見たことないですよね。断面を見てもらうとこんな感じ。周りの黄色いクリームは紅天使のクリーム、その中にはマスカルポーネクリーム、下の方にはスポンジ生地と紅天使カスタードクリームまで入っている大盤振る舞い紅天使ちゃん、これはありがたいですね。ピヨピヨということで、もうねもう美味しくてお腹いっぱいで幸せなんですけど、お口直しのカルボナーラいきましょう。やっぱりねパスタはね食べないとねということで、リッチに仕上げた燻製ベーコンの濃厚カルボナーラ、本当はね大盛りを注文したかったんですけど、こちらのカルボナーラだけ大盛り対応不可ということで、くだくん涙目ということで笑ってるんですけど、毎回ね不二家のケーキバイキングするときはやっぱりね味変メニューがねそのバイキングメニューの中には入ってないので、やっぱね単品で頼まないといけないんですよ。そういった時に揚げ物系で攻めるのかパスタ系で攻めるのかいつもね迷うんですよ。なんですけど今回はねもうずっとね絶対カルボナーラ食べてやろうって思ってたんですけど、どのタイミングで食べようかなってね悩んでたらねもうケーキでお腹いっぱいになってきちゃったので、最後に食べることにしました。でもね何はともあれねやっぱりねここのカルボナーラは絶品なんですよね。もう生パスタということで麺がもちもちしていて、それをねこのカルボナーラクリームでね優しく包み込んでいる、そしてね燻製の香りがするベーコンがめちゃめちゃ美味しい、塩気もちょうどいいということで、メロンソーダで流し込んで今日はここら辺でごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。ということで本日はねケーキが10個で4679円分、まあまあいい記録だったんじゃないでしょうか。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。